おはようございます。おはようございます。モスモスオスいやーあーしんどいね。お疲れじゃないですか。しんどいね。そうですね、遅くまで飲んでたから。大丈夫な？私はまあソフトドリンクだったんで大丈夫ですけど、社長だいぶ飲んでたから。じゃあね、はい、青年部、大阪車体整備、大阪府車体整備協同組合やったっけなの青年部の人たちと、はい、まあ飲んでたと、はい、夜中2時までやってたね結局。そうですね、最後送ってもらってありがとう。いいえ、はい、なんかあれやね、今日えらい可愛いね。どうした？お休みなんで、うん、お休みモードでお休みモード、お休みモードです。あ、そう。今日は何ですの？今日は、うん、いつもお世話になってる部品屋さんのイベント、うん、違うよ、何言ってんの？ なのいつも頼んでる部品屋さんから誘われた部品のフェス、フェスでしょ、フェス。イベントトヨタでしょ、トヨタ。うん、今トヨタの京阪っていうところに、寝屋川の京阪っていうところに来てて、朝9時半今10時半か。10時半。朝9時半か起きて。いや、ハードだね。ハードだね。昼間寝たいよ、夜中2時まで飲んだら。えぐいで、スケジュール。うん、次福祉施設に行って、うん、買い取りですね。福祉車両の査定です。4台一気に査定やったっけ、はい、今日のスケジュール。あーそれ終わったらラーメン食いに行こうか。あ、いいですね、ラーメン。いやー休めないですね。工具フェア、工具フェア。トヨタモビリティパーツ株式会社さんでやってる工具フェアですね。なるほど、オッケーオッケー。なら工具みたい。まあ行きましょうか、はい、とりあえず。じゃあ今日のスケジュールは、今からそのトヨタモビリティの工具フェア行って、うん、終わったら、ホームページを見て問い合わせいただいてた福祉施設が森口やったっけ、はい、松原松原か、松原の、はい、今角前ねんな、はい、で松原行って4台査定して、うん、でラーメン食って帰るって感じ。ウェーイラーメン。よっしゃ、はい、まあ、行きましょうか、はい。来年の1月4日から開始なんですけど、うん、電子車検証って知ってます？え、嘘、電子車検証になるみたい。あ、そう。なんかそれについての説明会もあるんだって。ちょっと聞いてみたいですね。オッケーオッケー。あ、UK とタックン来てるわけね。うん、タックンそこにおった。あ、行きましょうか。はい、うん、ね、はい、めっちゃ先々行くやん。はーい、おはよう。おはよう。おはよう。ありがとう。さっきはそんな声出ないんだ。出るやろ、さすがに。行こうか。はい、はい、うん、めっちゃリンクこれもうちょっと爪の。これ今も決まった。なるほど。それぞれのメーカーが入ってんのか。お疲れ様です。お疲れ様でした。やってしまいましたね。やってしまいました。やってしまいました。ごめんなさい。
全然カメラ回すの忘れてた。夢中になっちゃって。いや、撮れないでしょ、人気は。あと、ちょっと二日酔いやね。頭ガンガンしてて、全然今日一日頭回ってなかったね。しんどそうでしたね。やっとちょっと復活してきて、今、ボケーっとしてたんだけど。まあ、とにかくすいません。この動画今日載せるって決めてたんで、もう、はい、うん、あの、無理くり、強行突破で載せます。内容的にはちょっと短いし、はい、多分なんやねんって感じだと思うんですけど、はい、まあ、朝撮ったと言ってたと思うんですけど、はい、朝一トヨタ主催する、はい、トヨタモビリティが主催する工具のフェアに行ってきて、はい、なんかコータン買いました、いろいろ。何コータン？なんか私的なやつも買ってなかった、自分の。買いました、エアブラシ。エアブラシ、エアブラシもなんか、うん、ちっちゃいコンプレッサーがもうエアブラシにひっついてるやつ。あ、何それ。もうだから充電して、なんかもう市販の塗料入れてこう使えるってやつ。じゃあ何、コンプレッサーいらんってこと？コンプレッサーいらんのも、なんかちっちゃい、なんか これぐらいの筒みたいな、筒っていうか円柱なんかもうエアブラシについてて。エアブラシにコンプレッサーついてるってこと？ちっちゃい。すげえな、ほんまに使えんのかいな。ねえ、怪しいな。すぐ壊れる。壊れんちゃうの、そういうのって。うん、壊れるかもしんない。面白いね。まあそれもっと YouTube 出そうよ。はい、面白いね。でも確かにエアブラシってさ、よくドアエッジとか、はい、ボルト塗るときに、ボルト塗るときに使うんやけど、うん、実際エアのガン、あのホースでレギュレーターかまして、はい、減圧、ごっつい減圧して持っていかなあかんから。確かにね、あのいちいちちょっとめんどくさい。もうエアレスは確かに助かるっちゃ助かるけど、うん、ただその塗質量も結構意外といるからね、うん、粉みたいに霧みたいにしなあかんから、まあそれはちょっと一回使ってみて、うん、使えるんだったら、まあうちのやつとあんなに家用のやつ一個買ってなかった。家の、家用。なんなん家用って。何に使うの家で。絵描いたりとか。絵描いたり。かわそうやなと思って。あの、その後に、はい、結局、そこもごめんなさい、カメラ回せなかったっていうか、まあそこはちょっと回すつもりは最初からなかったんだけど、はい、福祉施設に4台車買い取りに行くっていう、はい、っていうか、査定をしに行く。査定してきた。あ、それはどうやったの？は、はい。多分買えたと思うんですけど。うん、うん、うん。うん。なんか、他社さんの、お見積もりを、教えて、いただけたんですか？ズバッと聞いてたね。どれぐらいなんですかって言ったら、ざっくり教えてくれるかなと思ったけども、うん、あ、これがこれ、この値段で、これがこの値段でって全部ちゃんと教えてくれる。ガッツリ教えてもらったよね。教えてくれる、うん。助かったけど。もうそれ、福祉車両だよねっていうくらい、安い金額で、ちょっとびっくりした。はい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 、はい。いや、俺も横で聞いてて、ちょっとドキッとしたね。なんだ、やっぱ福祉車両、買い取れるっていうか、うん、そんなにあれなんかな、わからない業者さんが。ああ、あのね、これね、僕もうちょうどこの動画締めで、はい、なんだこの動画つまらんなってなったら嫌なんで、ちょっと一つ皆さんに、ご報告というか、レクチャーしたいなって思うとか一個ありますね、はい、福祉車両系、福祉施設系の人に向けてのメッセージになると思うんだけど、あのね、福祉車両の買い取りってまだ全然全国的に見ても、うん、多分まだあの車検とか、要は福祉車両のこう後ろの仮想装置が潰れても車検が通ったりとかいうのがあって、まだ福祉車両にまつわるインフラっていうのができてない部分があって、法律的にも何だろう、その免税の部分にしてもちょっと何て言うかな、各都道府県にお任せみたいなとこ結構多いじゃないですか。と一緒で買い取りもね、やっぱり弱いんですよまだ。まず一点大きな理由としては、やっぱり福祉車両専門でやってるとこがまず全体的に見ても少ない。うん、福祉車両ってね、やっぱり福祉車両でしか使えないんで、はい、思いっきり特化しないとやっぱり無理なんですよね、うん、で経営者側がもう福祉車両に何だろう、やるぞって力を入れてやらないと、にわかっていうかね、うん、ちょろっとちょっと小遣い稼ぎやろうっていうもんでできるもんじゃないんですよ。いちいち車もでかいですし、でお金もやっぱりね、資本がないとなかなかできないっていう部分があって、まずそれが1点、はい、でもう1点、これ大きいと思うんですけど、福祉車両ってね結構当てるんですよ。そうですね。結構ね、ハイエース、キャラバン、特に、まあ、軽でもそうやけど、運転慣れてない人が送迎してる場合が多い。どうしてもプロドライバーじゃないんですよね。タクシーの運転手って結構運転上手いんですけど、うん、福祉車両の運転手さんって、結構車当てるんですよ。で、うち板金塗装メインでやってるから、よくその辺わかるんだけど、うん、要は買い取りもう売るぜっていう時はもう直さないんですよ。やっぱもう両側面ボコボコだったり、後ろテール割れてたりとか多いんですよね。でそうなってくると何が起こるかって、
要はその買い取った業者側はそれを次売るときに直さなくちゃいけないんですよ、はい、で福祉車両専門プラスアルファ板金塗装やってるじゃないですかうちって、はい、だからうちはねその BIC はボコボコでやってもねそんなにダメージないんですよ、うん、まあ自社で直すか的な感じで、そうですね、直せるから強みですよね。そう、だ普通の買い取り専門店とかは、福祉車両を買い取りますよ販売してますよっていうところはもちろん多分他社に普通のモーター車やディーラーよりは強いとは思うんだけど、うん、やっぱりね傷が多いと痛いのは痛いのよ、うん、そこに対してストレスがかかってくるっていうかまあ経費がかさむ。そうですよね、なぜなら買った後に外注不良ダメなんですよ、うん、板金塗装屋さん出して全部直してって言わなあかんのよそうですよね、うん、だからハイエースなんか両側面行ってると遺体をほぼ軽の軽自動車の全塗装分ぐらいあるんで、うん、塗装で言うとね量で言うとやっぱ何十万ってかかってくるんで、その何十万を下取りの時にどうしても安くで言うか、まあ、売る時に高くその分経費を重ねるんで利益を乗せるためには出すか、うん、両面でどっちにしてもどっちかになってくるんだけど、まあおおよそ買い取りの時に安くなるよね。そうですね、うん、すいませんここへこんでるんでとか、あとは何だろう風土がある土地柄、全国で買い取りってなったらやっぱりね陸送費ってのがかかるんですよ。そうですね、うん、ちょっと遠方とかで買取査定する。そう。だからどうしても福祉車両って調べると全国的に見ても少ないんで、なんだろうな、すぐそこの福祉車両専門店に買取来てって言えば一番ベストなんだけど、うん、ないやんか実際。そうね。うん。だからないからどうなんのって言ったら電話して、あれどうすんのやろな、写真送ったり車検証だけで見積もりしたりとかなんのかな。どうしても安くなるよね。安くなりますね。うん。業者もリスク踏むわけにはいかないから。だから今回あれじゃないの、ざっくりどれぐらい4台でその業者よりどれぐらい高かったの、うちの見積もり買取金額。うちの見積もりはその業者より30万高い、うん、30万でしょ。30万ででかいで。そうですね、横で聞いてたけど施設の人びっくりしてたもん、うん、そんな高くで買ってくれるんですかみたいな4台まとめたらっていう、うん、4台まとめて30万でしょ。いやでも大きいよ、もうだって廃業でその福祉送迎部をもう辞めるってなって売るわけでしょ、そういう時って、はいはい、やっぱりちょっとでも高くで売りたいっていうのが人間の心理だと思うよ。 その時30万って俺インパクト大きいと思うよ、うん、だからまあ大体その福祉車両や、売りますっていう時はまあその買う時は、増車、つまりその新しく開拓するか、新規で立ち上げるか、この2つになってくると思うんだけど、買い取りの時は大体やっぱり乗り換えか併業もやめるって時だと思うよね、うん、併業の場合は特に、なんだろうな、あんまり儲かってない状態でやめるってことなんで、うん、本当にできるだけ高く買ってほしいっていうのが多分ね会社側の思いだと思うんで、まあ、それに応えることができてよかったね。そうですね、うん、なんでこの動画を見てる福祉関係の人も結構見てるんじゃないかなと思うんですよ。そうですね、もちろん言われるでしょ現場で、はい、コメントもそうだけどさ、実際ほら施設行った時に YouTube 見てるよとか言われてるやんか。ああ言ってもらいます。でしょ、はい、結構その福祉系の YouTube ってあんまりない、特に自動車関係の、うん、このなんだろう、イノベーション起こしてたってないと思うんですよねないですね、うん、だからもしこの動画を見て福祉車両を売りたいよっていう人はぜひ BIC に言っていただければ、はい、かなり強いんじゃないかなと今日気づきましたね。そうですね、うん、本当にそれは強いと思う、うん、なんかまずやっぱ少ないっていうのと、うんうん、うちでは自社で板金塗装できるよっていうので、うん、横見とか。そうだよね、なんかってなんとなく普通にやってるやんか、もう東大元暮らしじゃないけどなんか当たり前やと思ってたけど、意外とその現場に行ってお客さんの反応を見ると、うん、あ、そっか珍しいんかまだみたいな。そうですね、だ改めて思わされるじゃないけどさあ、そうだそうだって、うち板金塗装でしかも買い取り販売もやってて、しかもこのなんだろうバジェットっていうかね、はい、台車も20台30台あるわけだ、キャラバンも、ハイエース含めノアボクシー、うん、シエンタワゴンある全て整えた状態で台車として持ってると、はい、でそれがフル稼働してて、はい、なおかつ事故が普通に連続的に日常的に入ってくる会社ってやっぱりまだないないないんやって。あ、そうやそうや、ないないから俺やってんね、あ、そうやそうやって忘れてたと思ってそうだそうだって普段やってるとなんかそういう感覚になりますね。そう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 あ、そうだそうだ、うん、だから面白いですよね、はい、だからぜひこの動画見て、福祉車両、まあ、買うっていうのはもちろんあるんだけど、売りたいっていう時はもうぜひぜひ BIC の方にガンガン問い合わせいただいて、はい、あの買取強化やってますんで、はい、もう全国の福祉車両全部買い取るぜぐらいの勢いでやってますから。いやいやいや、全部買い取ったらえらいことだった
でも大きい施設とかさ、もう完全にそのなんだろう、もうリースアップの車、はい、BIC さんに買い取ったやつ、2、30台とかクロスで来てるやんか、もう、あ、来てるというか、もらってるやんか、いつもの仕事。はい。うん、だからもうそういうのもやってますから、ぜひリースアップで乗り換えの場合も、うん、この部門をもう廃業しますっていうパターンで、ハイエース1台しかないんだけどとか、ロットで10台あるんだけどでも全然大丈夫なんで、言っていただければ、多分どこよりも高くで買えるんじゃないかなって。そうですね、思いますね、うん、ただたまにマッチングが悪くてタイミングが悪くて買い取り業者が、まあ、例えば福祉車両新しい新規で話が入ってて、うん、なんだろう今すぐ福祉車両が欲しいっていうところがあったら多分高くで買ってくれるパターンも稀にあるかもわからないけど、それってねそのタイミングが合うかどうかってかなり確率論で言って難しいと思うんで、うん、ぜひぜひメール、DM でもいいですし、はい、でお電話いただいてもいいですし、はい、言っていただければ、はい、大阪、近畿方面だったら、まあ、部長が見に行って査定っていうのはあり得るんだけど、もう全然他府県でも写真だけでも見積もり、ね、買い取りこれぐらいになりますって全然エビデンス出せますんで、写真と車検証と走行距離教えてもらう、うん、だけで十分です、はいはい、今回の動画は全く絵的には面白くなかったかもわからんけど部長の私服姿があるんでこれで許してもらえないのか視聴者の皆さんちょっと、はい、お休みモードで、車体大阪車体組合整備の大阪車体整備組合共同組合か業界愛がみんな強いから青年部話が止まんない、ね、の方々とちょっとね面白い話方々が本当に多くて、いろんななんかまあ出会いがまたありそうだなみたいなで今後なんか企画とかもいろいろやっていけそうだなってい う、ね、なんか光もちょっと見えたりして、はい、うん、楽しいですね、はい、うん、まあここでちょっとまだ言えないこといっぱいあるんだけど、うん、これから皆さん BIC チャンネルよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ではもうだけど映ってんの、え、多分映ってる、大丈夫じゃあもう帰りましょうか、はい、はい、お疲れ様です、お疲れ様でした、はい、じゃあ閉めてくださいいってらっしゃい。